何します。さあ今空ミッションチェックで開いていたのがほうれん草についてのアンケートだったんですけれど、山口さんは冬になるとほうれん草食べる頻度っていうのは多くなりますか？これ昨日ちょうど押しといたんですけど、あ、もう参加済みだった。参加済みなんですけど変わらないんです。いや分かります、私も多分あの冬だから多くなるっていうわけではなくて、うん、食べたい時に食べるって感じで。そうなんです。ですよね。なのであの皆さんのこの、あの集計の途中のやつ見れるじゃないですか、うんうんうん、見られるじゃないですか、はい、大体4分の3の人が、はい、あの変化ないっていうことだったんで、あ、多数派だったと思って一緒だなって